はい、今回の兆候は腰用ですごく渋かったんですけど、まあこれも言い訳ですね。はい、技量のせいか釣れなかったんですけど、船の方は、改善点が分かったので、また改善して乗るのに至ってパーフェクト線ですねに変えていけたらなと思います。前の黒の塗装がなくなっちゃって、黄色い塗装ミニ四駆のスプレーで塗ったんですけど、乾く前に出線させたので剥げました。ここもまた色塗っていきたいと思います。はい、ボート自体はかなり頑丈で浮力は申し分ないです。軽さも非常に軽くて、このぐらいの波打ち際にでも全然波も高さが、ゆりがあるんであんまり入ってこないですね。はい、ボート的には結構いいと思います。また次回、はい、挑戦したいと思います。お疲れ様でした。はい、やってみました。今回はですね、前回フロートをつけたこの完成品の大輝くん6号に、大輝くんと乗ってみたんですけど、ちょっと改良点があったので改良したいと思います。まずですね、こちらのフロートなんですけど、ゴムボートのニュアンスで結構後ろに飛び出させたんですけど、このフロートの浮力が高すぎてですね、前に人が乗ると前かがみに少しなりがちだったので、フロートの位置をもう少し前にしたいなと思います。それとこちらのポールホルダーとポールのこのキャッチですね、ポールのパチンとはめるところを大輝くん5号のニュアンスで、こちらのところにちょっと改良してつけていきたいと思います。それとあとエンジンのこのカバーですねが、この後のところに万力が来るような感じだったんで、これを少し改良していきたいと思います。それでやってみます。まずはあらゆるものを改良していきます。そしたらこちらですね。もっと前に移動させます。よし。で今度は後ろの金具これ使います。自走する人がいろいろ使ってエレクターメタルジョイント、元々の後ろの位置がここなんですけど、ここまでこのぐらいですね、わずかに前に出しました。これが限界なので、これでつけるとどんな感じなのか見ていきたいと思います。船よりだいぶ下がりましたね。元と比べるとですね、元は、後ろのリアパイプが元々がここに刺さっていたので、このぐらいですね、このぐらい前に行きました。はい、これで少しバランス良くなったかなという感じですね。ここに元々のナットが入ってる穴が開いてるんですけど、これ何も使ってなかったんですけど、もったいないんで、アングルでちっちゃいアングルですね、入るように拡張したので、ここに、元々のビス刺して、この後ろのパイプですねを少しでも、ほんの少しでも強度が上がるようにしていきたいと思います。ですね、反対側もやっちゃったんですけど、一連の流れとして、フロートの位置ずらしていきたいと思います。もともとついてたこちらのフロートの受けですね、これをはい、反対側と同じようにここまで持ってきました。後ろ側ですね、ホームセンターの位置ですね、はい、これを入れまして、ここでこうかませるようになってます。これを上から刺して、
まあ、これ上下どっちでもいいと思うんですけど、私の場合は下から納豆を入れます。はい、カリーですね。はい、カリーで入れました。でですね、フロートをやる前にここら補強、元々のネジ穴なんですけど、こことここに2つ開いてるんですけど、まあ、これはなんかもともとビスが打ち付けられてたんで塞いだ後ですね。この2箇所にせっかくなんでこのちっちゃいステンレスのアングルで補強入れます。こんな感じになります。ここにビス打って少しでも強くします。仮にこの28回のアルミパイプですね、こちらは刺して、しましたら、はい、こんな感じになりますね。取り付け装着イメージですね。はい、この分前にもっとずれた感じです。はい、そうしましたら位置が大体決まったんで、刺せればコックコック抜けるので、この位置で、ここですね。一応なんとなく、はい、この2箇所しか止まってないと心配なんで、こっちは金具がちょっと違うので、ここは十字バッテンみたいな感じで4箇所となります。後ろは金具がこうさっきみたいに溝が入ってないので、1箇所そうしましたら、こちらのビスを戻していきたいと思います。取っ手を取り付けたいんで、取っ手越しに入れまして、ここですね。で、締め上げます。はい、さっきの、少しでもアングルですね、ここ止めます。これでもビクともせないです。そしたらですね、こちらなんですけど、かぶさってるだけだったんで、ここも止めていきたいんですけど、はい、このマウントの上止めます。もう一発止めます。はい、結構ガッチリいきました。はい、新しくビス穴は開けてなかったんですけど、ここが結構グイーって引っ張られることが分かったので、こちらのボルトを刺せるようにちょっとしちゃおうかなと思います。ちょっと一発開けます。一発開けちゃいました。ここにダブルボンド打ち込みます。ダブルボンド簡単にしていきたいと思います。打ち終わりました。ですね、後ろから見るとよくわかるんですけど、ここら辺一角黒くなって黒い影ができてる、もうパンパンに入ってます。ここにですね、ギリギリサイズで切ったこちらのボルト、いやポンポンで入んね。
19ミリですね。固定が終わりました。そしたらフロートの続きを作っていきたいと思います。ね、余分な分切り取っていきます。後ろもこの余分な分切り取っていきます。はい、切り終わりましたらここにキャップですね。余ってたので刺していきます。はい、これで音の位置を前にずらすことに成功しました。こうしましたら一回乗ってみて不便に思ったのがオールですね。オールはすごいやりやすかったんですけど、タオホルダーとか当たってしまったりとか、あとカートップさせるときにちょっと邪魔だったりとかしたんで、ダイキー君5号みたいな感じでここにつけたいと思います。なんでこっちにつけたかっていうと、この蓋が使えなくなるからだったんですけど、こちらのパイプですね、これと同じ28パイムのパイプなんですけど、ここにこういう感じで取り付けて、蓋もまあギリ開くしみたいな感じでいきたいと思います。でここにオールとかいろいろつけたいと思います。ではやっていきます。今度 5.0 のキリでこの各パイプのところに丸パイプ打ち付けていきます。貫通させます。 M5 のビスにワッシャー入れて、長さは 50mm です。ちょっと長いんですけど見えないので気にしないです。で下側はバネワッシャー入れまして、ナットを、こちらのナットですね、はい、を入れます。はい、こんな感じですね。はい、これで一応、まあ、ここからですけど開きます。でパイプが持てるようになったんで、取っ手を外しました。前も後ろにバネワッシャーが入ってるので、これでガッチリですね。ガッチリいってます。はい、これにオールホルダーとオールキャッチと、まあ、つけられればサーホルダーなどもつけていきたいと思います。オールをつけていきたいと思います。刺しまして、位置決めていきたいと思います。ちょうどこのここと合うぐらいのところで刺します。そんなに強度がなくてもそこそこ大丈夫だったんで、切り付きの、これを取り付け終わったので、今度はこちらの、オールホルダーですね。オールホルダーの印をつけて、はい、穴開け終わりました。はい、こちらの M5 の 100mm ですね。はい、これを出しまして、入れまして、はい、あ、入った。はい、M5 の 100mm 刺しまして、こちらの体、船体についてた方のやつですね、外径6、内径 5mm のステンレスパイプを入れまして、ナット入れます。はい、こんな感じですね。そしたらこれを船の方に移します。そうですね、かわしてんのかな。あ、かわしてる。よし、こちらギリギリかわしましたんで、ここに反対側引き抜けたところから、まあ、出ちゃうんですけども、しょうがないです。ワッシャー入れて、バネワッシャー入れて、こちらのナットですね、を入れます。で
これで締め付けて終わりですね。はい、これで完成です。はい、取り付けが終わりました。ちょっと高さ合わせにここナットダブルにしました。そしたらオールを挿していきたいと思います。オールを入れまして、ここのキャップをしまして、研ぎ終わったらジンとで終わりですね。はい、今回はこれでいくのと、あとフロートの位置を前に出したので前にしました。あとここを少し前にじつけるところですねを強化しました。補強ですね。なんでこれでいってみたいと思います。それでは実調で、はい、もう片方もこれやっていくんですけど、やってないんですけど、今ここにこんな感じでつきます。これ大体の完成の感じですね。はい、それでは実調で。